連続少女失踪事件の被害者の遺留品を調べたいんですか？もうだいぶ昔の事件ですが。まあ、君たちは証拠を提出してくださった当事者ですし、特に報告はいらないでしょう。手続きが必要ですので、少々お待ちください。これがアレリー団長の残したものだ。身の回りのものを除けば、一冊の古いノートしかない。セリフがぎっしりだな。大雑把に絵も描かれてるぞ。舞台道具の配置っぽいな。彼女がさらわれた後の手がかりがないか確かめよう。ん？このノートを見つけてくれた人へとあるな。どれどれ。なるほど、少女が解けることの真相から相手の犯罪行為までみっちり記録していたようだ。もしも当時、このノートをしっかり調べていたなら、バシェの罪を証明する有力な証拠となっていただろうに。バシェって、本当に数えきれないほどの罪を犯したんだな。彼女はきっと、自分の行動が今後の調査に役立つことを願っていたんだ。ん？急にここで途切れたぞ。筆跡が次第に薄くなり、歪んできている。おそらく、体がどんどん弱っていったんだろう。その後は、いや、君たち自身で見るといい。劇団員にとっては偉大な英雄でも、所詮はただの一般人だ。この時の彼女が、どれほどの苦痛と孤独に苛まれていたかは、計り知れない。あれ？最後の1ページ、どこかで聞いたことがあるような。人として生きるというのは、秘密を隠し、苦痛を味わい、孤独と共に歩むこと。それでも君は、それを望むの？それって、水の娘に出てくる一番大事なセリフだよな。私は、あの子たちのお姉ちゃんだから。たとえ静かに死を待つのみという状況下にあっても、後悔はなかったようだね。これこそ、団員たちが最も見たかった答えだろう。彼らの信頼、警護、そして情熱は、これ以上ないほど、正しい人物に捧げられていたようだ。行こう。アレリー団長の最後の考えを、彼らにも伝えないと。アレリーは英雄として幕を閉じるに値する人だ。形式はどうあれ、彼女のしたことを観客に伝えることにこそ意味があると思う。燃え尽きる最後の瞬間まで手がかりを残そうとしたのか。たとえ自分を犠牲にしても、より多くの人を守ろうとしたのね。なら、水の娘がどの道を選ぶかは、言うまでもないわね。あなたは？過去のことはさておき、
公演に参加する気はあるのかしら。謝罪の気持ちを込めて最高の舞台を彼女に捧げよう。俺を許す必要はない。俺の気持ちもどうだっていい。これはアレリー団長の終幕なのだから。どうやら意見が一致したようだね。これはかつてないほど素晴らしいパフォーマンスになるだろう。こいつらの公演なんて一回も見たことないくせに、そんなこと言っちゃっていいのか？僕の経験を舐めてもらっちゃ困るな。数多くのミュージカルを見て編み出した理論がある。歌で観客の心を動かすには役に入りきり充溢した感情を込める必要があるのさ。だってこの世で一番面白いのは人間の愛と憎しみだからね。彼ら以上にこの芝居を成功させたい者はいないだろう。私たちを支持してくださって本当にありがとうございます。フィーナさん、時間も無駄にはできない。早速結末について話そう。なるべく早く決めないと。その前に提案があるんだけど、カーテンコールで私の名前じゃなく団長の名前を使いたいの。でもそれじゃあ、もともとこの役は団長が演じる予定だったでしょ。私はただの代役だから。これほど記念的な意味のある舞台の主役なんだもの、団長の名にこそふさわしいわ。まあ、あんたがいいのなら僕も別に構わないけど。これこそ劇団のあるべき雰囲気じゃないか。では芝居を完璧に仕上げることは君たちに任せたよ。僕は舞台の手配をしてこよう。舞台の手配？いえ、普段の公演場所は特に予約はいりませんが。何を言ってるんだい？普通の舞台なんかじゃダメに決まっているだろう。もちろんエピクレシス歌劇場で演じるのさ。お待ちを。いやいくらなんでも豪華すぎる。何をそんなに恐れることがある？アレリー団長の物語は最高の舞台に値しないとでも？そういうわけじゃ。どうせ最後の舞台なんだろ、いいんじゃないか。私はいいと思うわ。あなたたちは？返事がないってことはいいってことね。こんな機会をいただけるなんてまるで夢みたいです。本当にありがとうございます。どうか失望させないでおくれよ。もし失敗したら僕も一緒に恥をかくことになる。さあヌビレットを探しに行こう。安心して、どこにいるか分かってる。ここにいた。ひとときの休憩だ。久しぶりだな、フリーナ殿。それから旅人とパイモンも。今日は何か用でも？歌劇場を借りたいんだ。実は。なるほど。エピクレシス歌劇場の予約手続きは少々複雑なのだが、君たちの依頼ということならわざわざ困らせる必要はないだろう。水の娘、いい物語だ。舞台で上演される日を楽しみにしている。ただまさか君が今も公演にそれほど関心があったとはね。そんなに興奮しているように見えたかい？神の座を降りてからは初めてのことだろ。もともとはこの二人への謝罪の気持ちから始めたことだったのさ。でも状況を知っていくうちにいつの間にかこうなってたんだ。
今まで僕たちが法廷でやっていたことは事件への単なる意見表明でしかなかった。その背後にあったはずの劇的なストーリーなんて知らなかったんだ。これは僕自身に対する推測だけど、やっとのことで一般人になれて、ようやく彼らの生活に興味が湧き始めたんじゃないかな。元気を取り戻せたようで私も嬉しく思う。さて、そういったものに鼓舞された今、再び舞台に戻る気にはなれたのかな。どうして急にそんな話になるのさ。仮に水の娘の公演が大成功を遂げたとしよう。するとこれは人気の演目となり、数多くの劇団がそれを上演することになるだろう。劇中の主人公コリオの経歴や選択は、まるで全て君をモデルとして創作されたかのような内容だ。ならば当然ながら君こそ最も適した役者ということになる。この機会に君の演技を皆に再び見せることができないのは実に惜しいと私は思うが。言ったはずだよ、もう役を演じることはない。絶対にね。別に惜しくもなんともないさ。舞台上にも舞台の下にもさんさんと輝く役者や物語なんかいくらでも転がってる。今回だって十分な収穫を得られて、もう元は取れてるしね。こんなに華麗で盛大な方法で過去に別れを告げられるなんて、まったく羨ましいよ。そうか、もう新しい舞台を楽しんでいるようで安心した。この公演が完璧な幕を閉じられるよう心から祈っている。さて、私はスケジュールの調整をしてこよう。決まり次第劇団に手紙を送る。ありがとな、ヌビレット。気にするな。理性と情熱に満ちた説得のもと、ヌビレットはようやくこの特別な公演のために舞台を提供することを約束してくれたのさ。このチャンスを勝ち取るのは実に大変だったが、僕たちはついに華々しいステージに必要な全ての要素を手に入れた。感動的なストーリー、壮大な舞台、そして感情あふれる役者たち、共に奮闘しベストを尽くそうじゃないか。本当によかった。なるべく早く結末をまとめよう。そうすれば稽古時間が増える。さっきビルマントと細部について話し合ったんだ。今なら観客の感情をより揺さぶるものが書ける気がするよ。ちゃんと話ができたのか、よかったぜ。演出はコミュニケーションなしでは成り立たないからな。数日前まではこんな状況や雰囲気になるなんて想像もできなかったな。うんうん、相変わらずフリーナは大げさだけど、みんなのやる気を動かしてくれたみたいだな。できるだけたくさんアドバイスをもらえると助かる。あなたたちの感想はとても大事なんです。さあロウィック、オープニングの稽古を始めるわよ。呪われたコリオは生命の水を全て持ち去ったのだ。彼女は嘘つきだ、罪人だ。これは彼女とは関係ない。愚昧で亡霊なものが一体どうして水の調和を取り戻せるだろうか。こいつは利用価値がある。コリオはきっとこいつのために姿を現すだろう。さあ遠く羽ばたけ。二度と戻ってくれるなよ、水の娘。
パフォーマンスだった。こんなにいいものを見たのは久しぶりだよ。はあ、でももうすぐあいつの出番だぞ。どうするんだ。よりによってこんな時に。ドルフィ、どうした？そろそろ出番だぞ。おい、まさかこんな時にあの特効薬は効かなくなったのか。あの薬、効果がどんどん薄れてたの。だから量を増やすしかなくて。なんだって、治療用の薬じゃなくて緩和するための薬だったってことか。この公園を乗り越えられるならどうなったってよかったの。ドルフィ、なんで自分の体を大事にしないんだ。ごめんなさい、みんなの努力を無駄にしちゃった。今は言い争ってる場合じゃないな。主役がいないんじゃ劇を終わらせられないぞ。フリーナさん、お願いがあります。もう休むといい。何が言いたいかは分かってる。君はもう舞台に上がらなくていいんだな。あ、僕ですか。はい、まだ一つセリフが残ってますが、もうメインの出番は終わりました。あとは声が似てる団員に任せても問題ないと思います。なら彼女を治療に連れて行ってやってくれ。最後のシーンは僕が歌おう。ああ、まったく、結局こんなことになるなんて。ありがとうございますフリーナさん。原則を破らせてしまってごめんなさい。今さらそんなことを言ってもしょうがないさ。元はといえば僕が自分から首を突っ込んだんだしね。後悔を好む人はいない。僕だって同じさ。任せたまえ。君たちの稽古は何度も見てきたんだ。コリオの役ならもうよく知っている。演技については全く心配なんてしていません。ただこれは団長の名を捧げる公演。一つ質問させてください。コリオが光り輝けるのはなぜだと思いますか。それは彼女が単純だからさ。どれだけ苦痛と孤独を味わっても彼女は世界の美しさを疑わなかった。はい。アレリー団長の名をお任せしますね。奴は来るのか。いつ来るんだ。彼女は来ないぞ。いや、来た。願いはどうなる。私の願い、人として生きるというのは秘密を隠し苦痛を味わい孤独と共に歩むこと。それでも君はそれを望むのかい。Le grand amour ne suffit pas.
見間違いじゃないよ。あれってフリーナ様か。だいぶ長いこと姿を見せてなかったのに、どうして急に。それにしても演技はまるで色あせてない。相変わらずすごいな。水の娘コリオ役、アレリー・フェイム。名前が違うぞ。どうなってんの。わからない。まさかただのそっくりさんか。だいぶ長いこと姿を消してたし、僕の名前も使ってないから大勢にバレるってことはないだろう。けど仕方ないこととはいえ、せっかく決めた原則を破ってしまったのは惜しいな。まあこうやってまた舞台に上がった感覚は結構楽しかったけど。最後にスペシャルサンクスとして、本公演のステージの手配をはじめとする演出顧問を務めてくださったフリーナさんに感謝を。ちょっと話が違うじゃないか。ほら、やっぱりフリーナ様だ。戻ってきてくれたのか。まあまあ、そう怒らず。これはみんなで話し合って決めたんだ。フリーナ様のやってくれたことをなしにしちゃいけないって。舞台上でも舞台裏でも仕事をした全員が認められるべき。これは古くからフォンテーヌにあるルールだろ。そのルールは知ってるけど、でも実際の状況を考えるとだな。僕はまだ心の準備ができてなかったんだぞ。ひひ、オイラも大丈夫だと思うけどな。そんなに簡単に言うのなら僕の代わりにサインしてよ。それよりさっきはオイラも焦ったぞ。予定した位置に飛んでって神の目の小道具を落とそうとしたら、まさか本物が出てくるなんてな。それはどうして現れたのか僕にもわからない。幸い最終的な演出としては悪くなかったけどね。観客もきっとあれほどリアルな小道具は見たことがなかっただろう。そうだ、ドルフィーの容態は。舞台の清掃が終わったら急いで見に行こう。ああ、公演が無事終わったことも知らせてあげないとね。何はともあれ、これでやっと閉幕だ。ああ、お疲れ様。本来の薬を飲んだら病状も安定したよ。でも今までの感じからするとあと 2,3 日は休む必要があるだろう。公演は順調だった？お客さんたちの反応はどうだった？安心しろ、すごく順調だったぜ。アドリブとかもうまくいったし、明日にでもスチームバード新聞で見れると思うぞ。よかった。結局舞台に残れなくてごめんなさい。最初から強がらなければよかった。いいんだ。幕を閉じる時に彼らが言っていたように、仕事をした者は全員が認められるべきだよ。最後まで演じられなかったとしても君の演技はみんなから認められた。当然君も記念公演の大事な一員さ。はい、いろいろありましたがやっと終わりました。私生まれてからずっと運の悪いことばかりで、人生にそれほど期待なんてしてなかった。もう満足です。また運のせいにする。君が無茶さえしなければ病気だってこんなことには。勘弁して、今は喧嘩する気力もないの。ひひ
仲がいいんだな。誰がこんなやつと喧嘩したりないくらいよ。これからどうするんだい。公演は成功したし、君たちの名はすぐにフォンテーヌに広がるだろう。解散する必要はないと思うけど。それに今回の反響を利用して大きな劇団に水の娘の上演許可を与えれば、経営状況も大きく改善されるだろう。いえ、やっぱり解散します。ああ、約束だしな。俺はこれ以上お前たちと一緒にいるわけにはいかない。縁があったらまた。おい、そんなに急ぐなよ。もう僕は芝居を続けるよ。他の劇団に行くつもりだ。フリーナさんの演技を見て、なぜアレリーがあれほどミュージカルに没頭してたか分かった気がするんだ。あなたらしいわ。私も歌い続けたい。でも体がね。今さら分かったか。君はまず体を治してからだ。フリーナさんはこれからどうされるんですか。実際消息を絶とうと考えたところで、指導を求めに来る人で溢れるだろうね。君たちのスペシャルサンクスとやらのおかげでね。すみません。いいさ、謝る必要はない。僕が言いたいのは、つまり今回舞台に戻るのもそれほど嫌じゃないって思えたってことさ。もしかしたらヌビレットが言った通り、コリオというキャラは僕にぴったりなのかもね。もう他人は演じたくない。だけど自分を表現したい気持ちはある。きっとこれが僕の新たな舞台なんだろう。ああ、僕はかつて仮面をかぶった役者で、でもそれは真実を隠したいだけだった。これからは人と人の間にあるリアルな物語をもっと感じたいと思う。彼らがどのように咲き、どのように枯れ、そしてどんな物語を紡ぎ永遠に歌われるのか。君たちの団長もきっとこういうことに魅了されていたんだろう。もう抵抗感はなくなったみたいだな。それじゃあいろんなところを回ってみろよ。この世界はすっごく面白いんだぞ。約束だぞ。神のプレゼントが瞳だと言うなら、僕もその期待を裏切るわけにはいかないさ。もしかしたら僕はこういう力に憧れていたのかもしれない。皮肉だよね。今はまだ神からの贈り物に過ぎないけど、なんだか運命を自分の手で握っている感じがするよ。人間もそうなのかい？